震度5強の揺れを観測したのは宮城県北部、宮城県中部です。震源が海底ですと津波の恐れがあります。対岸や川の近くからは離れるようにしてください。現在テレビの画面では青くの震度5強の揺れを伝えています。震度5強の